皆さんやばいです。今おもちゃたちが普通に歩いてるところを一般の女性の方に見られてしまったんですよ。しかも写真まで撮られちゃって。今絶対おもちゃ動いてましたよね。いやだからあのおもちゃは動いてないって言ってるじゃないですか。本当におもちゃは動かないですよ。いや嘘つかないでください。いや困ったな、どうしよう。がっつり見られちゃいましたよ、ウッディたちが歩いてるところを。あどうもシューズ TV です。私今朝起きたばっかりなんですけども、隣の部屋のトイストーリールームが今日なんかざわ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 してるんですよね。とりあえずカメラを持って入っていきたいと思います。神様。さてトイストーリールームの前まで来ましたよ。いやちょっと何をざわ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 してるんでしょうね。おもちゃの皆さんおはようございます。おなんかボーピープとかジェシーが窓の外を見ていますけども、それになんかみんなで窓の外見て一体どうしたんですか。ミスターマイクが電池切れになった。新しい電池をウッディたちが買いに行った。神様。そうなのか電池切れ。うわ本当だ、何も言わなくなった、かわいそうに。あーそっか、確かに新しい電池なかったね。ウッディたちが買いに行ったんだ。ああ無事帰ってこれればいいんだけどな。あそうだ、ウッディとバズとレックスで行ったぜ。レックスは間抜けだしさ。ウッディとバズはリーダー的存在だけどおっちょこちょいなとこあるしな。おもちゃが歩いてるとことか見られたらまずいぜ。そうだよね、ダッキーとバニーの言う通り、なんかウッディたち心配だな。ちゃんと電池を買ってこれるんですかね。今日はウッディとバズとレックスの3人で電池を買いに行った。そうなんです、ミスターマイクが突然電池切れになってかわいそうですからね。それにしても3人が外を歩いてるところとか買い物してるところ見られたら結構まずいですので、私は今心配なのですぐに行ってあげたいと思います。ウッディたちのところに。ねえねえダッキーとバニー、ウッディたちはどこまで買い物に行ったか知ってる？あ知ってる、ここから西の方に向かってったところのコンビニだ。あそうだ、コンビニに電池を買いに行った。ところでお金とかはどうしたの？お金は引き出しの中に入ってたからそれを取っていった。キャミット、そうだね、引き出しの中に1000円入ってたもんね。ちょっとそうだったんだ。それは私の1000円札。まあでもミスターマイクのためですから、それは仕方がないですね。ダッキーとバニーが行っていた西の方に向かって行ったところのコンビニ、そこまでちょっと私は今から行ってきます。チャンネル登録してくれるの待ちきれないよ。いや皆さん今ですね、ダッキーやバニーたちが行っていたそのコンビニの方に向かっているんですけども、なかなかウッディたちがいたウッディたちがいましたよ。普通に歩いてます。こんな堂々と歩いちゃダメでしょう。ちょっと映したいと思います。いやいたこんなところにいたか。ウッディ、バズ、そしてレックス、しかも袋持ってますけど、もしかしてちゃんと電池変えたんですかね。それに歩いてるところ見られたらまずいよ。人間たちそこら辺にいっぱい通ってるんだよ。あシュンさん本当にごめんなさい、でもちゃんと電池買うことができたんだよ。いやちょっとレックスありがとう。ちょっと中身をですね確認したいと思いますけども、よいしょ、電池。あーよかった、本当だ、ミスターマイクの電池を買ってくれて本当にありがとうございます。でも外をこうやって堂々と歩いてたら本当に危険ですからね。いや皆さんレックスたちが見事に電池を買ってきてくれました。いや本当に嬉しいですよね。ただ堂々とこうやって歩いたりするとマジで人に見られるとやばい、人が来ました。はい、今目の前でおもちゃ動いてましたよね。あ、いや、このおもちゃ歩いてないですよ。はい、私写真撮りましたし、これ SNS で上げてもいいです。やばい、皆さん写真で撮られたみたいです。ウッディたちが歩いてるところを。ちょっとすいません、SNS だけはちょっと、はい、おもちゃたちが歩いてるところを。じゃあちゃんと認めてくださいよ、おもちゃ動いてましたよね。確かに、はい、歩いてました。おもちゃたちは人が見てないところで歩いたりするんですけども、お願いですからちょっと SNS で上げるのだけはやめてもらってもいいですかね。 SNS で上げたらバズるから私上げたいな。しまった、どうしよう、がっつり人に見られちゃいましたよ、おもちゃたちが動いてるところを。いやーおもちゃたち今さらそうやって倒れておもちゃのふりしたって遅いですよ。もう歩いてるところも喋ってるところも全部見られちゃいましたから。あーしゅんさん本当に
ごめんなさい。まさか人間が見てると思わなかったんだよ。そうやって堂々とおもちゃが外歩いてるからバレるんですよ。それに SNS にあげるって言っていました。ああどうしよう、コンピューターで全国に広まっちゃうよ、僕たちおもちゃがこっそり歩いてることが。そうですよね。でもとりあえずもう写真を撮られてしまった以上はしょうがないです。みんな今からちょっと家に帰りましょう。ミスターマイクの電池を買ったことですしね。いやーまずいことになりましたよ。がっつりね、あの若い女性の方でしたけども普通に見られてしまいました。おもちゃたちが動いてるところを写真まで撮られてしまったので、とりあえずですねウッディたちと家に帰って作戦会議をしたいと思います。危なくしてね。いやートイストーリールームに帰ってきましたよ。みんなやばいやばい、ちょっとこのままじゃ本当にやばいですよ。おもちゃの皆さん聞いてください、聞いてください、3人がいましたよ。でもこの3人が歩いてるところ見られちゃいました。女の人におもちゃが歩いてるところを見られたら大変、みんなで騒ぎになる、神様。そうなんですよそうなんですよ。ちょっとウッディたち、ちょっとちょっとどうするのどうするの、 SNS にあげるって言われちゃいましたけども。ウッディたち終わったら、ああそうだ、お前らが歩いてるところ写真で撮られてネットで拡散されたらやばいぞ。大ニュースですよね、大ニュースですよね。なんてことをしてしまったんでしょう。やばいですね皆さん、なんてことをしてしまったんでしょう。本当に見られてしまいました。ウッディたちが普通にテクテクテクって外を歩いてるところをですね写真まで撮られてしまったので、これはもう大ニュースになってしまいます。電話だ、誰からだろう、ちょっと出てみますね。はい、あどうもどうも、セレモニーです。久しぶりです。セレモニーさん急にどうしたんですか。いや実はですねこれドッキリでした。ダッキーとバニーから電話をもらって私頼まれたんですよ。さっき声かけたのは私です。ウッディたちが動いてるところの写真を撮って SNS に上げるふりをしてシュンさんにドッキリをしたいから手伝ってくれってダッキーとバニーに言われたんですよ。この前勝手にお風呂に入ってきた仕返しで手伝ってあげたのよ。そうだったんだ、マジかよ、すっかり騙されましたよ。これはダッキーとバニーからのドッキリで、さっきのしかもセレモニーさんだったんですね。じゃあ声は本当にセレモニーさんの声、変声機を使ってない声、普通に綺麗な声じゃないですか。それにさっきの顔が素顔、ああでも大きいマスクしてサングラスしてたから全然わかりませんでしたけども、でもセレモニーさんがラッキーとバニーのドッキリを手伝ってあげてたんですね。いやーびっくりしました、びっくりしましたよ。いやー昨日はスーパーベビーのドッキリでさ、あ俺たちはスーパーベビーライバルだと思ってる。絶対にスーパーベビーにはドッキリ対決で負けたくないからな。そうかそうか、昨日確かにスーパーベビードッキリやってましたもんね。アッションさん本当にごめんなさい、ラッキーとバニーに頼まれて僕たちもみんなでドッキリをやってたんだよ。いいんだよいいんだよ、みんなで楽しむためにやってたんだね。よかったですよ、本当におもちゃが歩いてるところを撮られたのかと思いました。でも本当に電池を買ってきてくれたみたいなので新しい電池を入れてあげたいと思います。ドッキリで本当によかったです。皆さんはもし街中をおもちゃがテク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 歩いてたら見なかったことにしてあげてください。おもちゃは人間の見てないところでこっそり動いたりしているわけですからね。それに今回のダッキーとバニーのドッキリもとっても面白かったです。昨日のスーパーベビーのドッキリとどっちの方が面白かったのかぜひコメント欄に書いていただけますと幸いでございます。初めてのダッキーとバニー VS スーパーベビーのドッキリ対決でございますからね。それでは皆さんまたお会いしましょう、さようなら。ママ、いやあこんにちは、何をしているのかね。そんなドッキリ対決なんてやっているからシュンズ TV は弱いのだ。ああちなみに私はもう最強の仲間を手に入れたぞ。シュンズ TV を簡単に潰すことができるな。ロッツに質問、また洗脳失敗しましたね。もう諦めたらどうですか。何を言っているのかね。確かに小人図鑑や荷物お父さんのマーリンの洗脳は失敗したが、今回は必ずシュンズ TV を潰すことができるからな。覚悟しておけよ。ロッツォに質問です。人間は仲間にしないんですか。ああ、私が本気を出せば人間だって洗脳できるぞ。でも人間があまり好きじゃないもんでね、おもちゃと人間が関わり合わない方がいい、そう思っているからわざわざ人間を洗脳する必要がないのだ。シュンズ TV が撮影している間にロッツォが
が最強の仲間を加えてた。今までで一番最強だよ。ああ、お前はよくわかっているな。私はシュンズ TV が油断している間に必ず最強の仲間を加える。そしてもう間もなくシュンズ TV は終わるだろう。すべてのおもちゃを手放し捨てる。そして私の勝利。ロッツォチームの諸君よ、お祝いの準備をしておけ。今回は今までで一番最強だから必ず私が勝利するぞ。ああそうそう、シュンズ TV を応援したいやつはチャンネル登録をした方がいい。ただし私にとっては敵だがな。どちらか選べ。さあどうかね。